前次郎でございますさあ今日のテーマはこちらです。黙るののは事実上今の権力に賛成票入れてるることになるになついてですけどもさああの検察庁うん法改正案ですねこれに抗議しますっていうこちらのあの芸能人の方々がねリツイートとかしましてねツイッターで問題がここまで大きくなったこれなぜなのかとやっぱりこう芸能人の方々もそういう。 ことをやらななけければいけないぐらいの大きな事柄だったのかもしくはコロナ禍の影響でね家にずっといるからずっとネット見てたらねもうそういうことが目に飛び込んできたかという、まあ、どっちかワイドなショーでね元 AKB の指原さんですよがね信念もなく知らないままの一票っていうのはおかしいということを発言をするとね、うん、賢く立ち回りやがってええのかあれはみたいな。 ラサール C さんが、あれが模範的回答やって言ったんですね。僕あれ見て思ったんですね。賢く立ち回るっていうのは、ああいうことなんやと思って。そう思うと僕なんか、全然賢くないですね。あれ見たら勉強になりますよね。賢く立ち回るっていうのは、ああ明るい笑顔でね、よく分からないこと言いながらも、結局最後は、権力に作くってことですよね。賢く立ち回る。うん。 よく言われるのが、ハリウッドの女優とかは、もうそういうこと言って当たり前みたいなね。でもそんなこと言われてるハリウッドでも、女優さんでしない人もいるんですね。やっぱりできないっていうこともあるんですね。でも全くしなかったっていうのも、これも異様な話ですけどね。いやいやいや、逆に、これ、全員が言い出してもおかしいですけどもね。でも一個だけ見えたことがあるとするなら、アイドル自体が、 政治的発言をするってことに対してこれ文句言ってんのはおっさんなんですよね僕みたいなでやっぱアイドル自体がそういう発言をするっていうこと自体はそれはないやろっていうね分かってないのにっていうことを前提なんですよねでも政治で分かってる人本当にいるんですかねだって分かってないからこんなことになってると本当に思うんですけどね じゃあ今後ですよ、アイドルで。政治アイドルとか出てくるんですかねいろいろなんとかアイドルとかついてるじゃないですか。政治アイドルとか。で、アイドルが政治になるっていうことありますよね。今江り子さんとかそうですよね。と、宮原純子さん。まあ、アイドルじゃないですけどもそうなりますよね。でも、政治家からアイドルになるっていうのはないですよね。まあ、政治家の中でちょっと可愛いの、アイドルみたいなこと言うことあっても、本当にちゃんとした歌歌ってね、 情報の満員できるかってそんなことないですからね。これどっちが偉いのかってことですけども。まあイタリアなんかはね、ポルノ女優が政治家になるっていうね。よくイタリアのコメディアンが揶揄してね、うんって言って、舌を出せば票が入るみたいなことは言ってますけどもね。でもこう事実上黙るっていうのはやっぱり今の権力に賛成票を入れてることになると思うんですよね。これ僕はツイッターで呟いた。まあいろんなこと言われましたよ。じゃあ他のことはどうなんやとかね。 うん、いろんなこと言われましたけど。でももう採決されるっていうのが次の週にね、なってる時ですから、やっぱりこれ見逃したわけにはいかんと。で、僕もですね、じゃあそれ信念あるのか知識あるのかってことですけども、いや、そんなないんですけど、でも怪しいなと感じた時は、やっぱ反対。やっぱ反対にですね、行くんです。なぜなら、やっぱそれで通ってしまった後から、ああ、しまったなーと思うわけじゃないですか。 でもですよ、違うかった時です。さあ、どうするか。これね、直すんです。なぜなら、切相ないですからね。まあでもこれ言うこと自体を否定されたらこれ民主主義じゃなくなりますから、やっぱり言っていくと。言ったことに対してどうのこうのはいいんですけども、お前らが言うなとかね。アイドルやから言うなとか。調べてから言えとか。調べるまでは言うな。これはどうも違うような気がするんですけどもね。さあ。 そんな中ですよ。堀江門ですよ。やってくれましたね。全く真逆の意見です。ね。お前ら本当に社会の勉強してるのかっていう。あれはすごいですね。やっぱり警察と司法の修羅場をくぐってきただけあるなぁと思って。いやーもう迫力のある言葉でしたね。ホリ、うん、堀江門曰く、やっぱり検察というのは民主的に選ばれてないからよと。だから、とある権力を持ってるんだと。っていうことやったんですけども、 いやでもあの民主的に選ばれた総理がね全部信用できるかっていうとそれ信用できるんですかね僕はそんなことを教わってはないあ僕がそん時学校休んでたんですかねどうですかねで堀エモ門がですねなんと都知事選へ出るや出ないやって言ってねわあいいですね都知事選ねあとこう上がってるのか言われてるのかまあまあ 小現都知事ねあとそれか航空の科学の七瀬さんですかうんあとそれか日本第一党の櫻井さんとホ、うん、あと堀ン門ですよ小池さんでしょう。<laughs> めちゃくちゃ楽しみですねこれ東京どうなるんですかねいやこれ本当楽しみですよこれもしも堀エモ門がですよ土地になったらねいやちょっと面白いんじゃないですか 月がどうとか言ってますよね。ロケットを飛ばしてとか。だからロケットバーン飛ばしてもらって月で会議とかね。こんなもん今までないようなことね、ちょっとやっていただきたいですけどもね。いや、素晴らしいな、ちょっと東京。いやー、迫力のある感じでございますけども。これも私、間違ってたら、拙操ないですから、すぐ直しますけどもね。あ、これ見てある方、もしよかったらこチャンネル登録、お願いいたします。